手相、あなたの手相が劇的に改善する3つのルーチン。今回は一般的に悪いと言われている手相がある、そんな方にはぜひご覧いただきたい内容になっています。良い手相がある人が行っているルーチンや手相を劇的に改善する、または悪いとされる手相があった場合の対処法や心構えもお伝えします。それでは早速見ていきましょう。1. 手指の清潔を保つ。まずは手相の基本的な考え方をおさらいしましょう。手相の世界では、手は太陽系の惑星から出る波動をキャッチするものだと考えられています。各指ごとにどの星の波動をキャッチするかが割り振られ、例えば親指がキャッチするのが金星の波動で、人差し指がキャッチするのが木星の波動です。そしてその指の下の膨らみの部分を丘と呼びます。各指は波動をキャッチするためのアンテナのようなものであり、各丘は各惑星から届くエネルギーの貯蔵庫のようなものです。さて本題になりますが、各惑星から発せられる波動は良いものばかりではなく悪いものもあります。手相の世界ではアンテナに当たる指や貯蔵庫に当たる丘の部分を清潔にしておくことで、悪い波動を跳ね返し良い波動を取り込む、こうした考え方があります。実際良い手相を持ち運の良い人は、手指の清潔を保ち、ハンドクリームなどを用いてケアをきちんとしています。ちなみに爪も悪い波動を吸収してしまうことを防ぐ一つの盾となる存在です。こまめな爪切りと手洗いで清潔を保つようにしてください。 2. 手相を自ら書き足す。手っ取り早く吉相の効果を得たいという場合は、自ら吉相を手のひらに書き足してしまうことも有効です。手のひらにあなたにとって理想な線を書き足すことは、あなたの意識、ひいては行動に影響を与えます。意識や行動が変われば当然結果も変わっていきます。例えば経済的に自由になりたいと思うのであれば、長い太陽線などを書き足すと良いでしょう。いざという時に神様に守ってもらいたいと思うのであれば、神秘十字線などを書き足すのもおすすめです。素敵な出会いが欲しければ、頑丈線から金星球に向けて恋愛線をたくさん書き込みましょう。ぜひ金色のペンを用意してやってみてください。 3. 爪に白点を書き足す。手のひらや爪などに出る黒点や赤点は、手相の世界ではあまりよろしくないものとされます。しかし白点はまさに幸運のサインと言えるものです。このサインを自ら書き足してしまうのも有効です。ちなみにどの指の爪に書き足すかで意味は異なってきますので、自らの希望に応じてやってみてください。親指は恋愛運の向上です。人差し指は長年の願いを叶えたいという人に良いでしょう。中指は旅行や引っ越し、転勤など拠点を移すタイミングで書き込むと吉です。名誉や名声、人気を得たいという人は薬指がいいでしょう。子供やお金が欲しいときは小指がおすすめです。あなたの希望に応じて時々やってみてくださいね。どうしても悪い手相が気になる、どうしても悪い手相があることが気になってしまう、そんな方もいらっしゃると思いますが、実際のところ悪い手相しかないという方はいません。必ず良い手相も存在していますので、全体を見て判断しましょう。また悪い側面があるということは、その線には同じだけ良い側面があるということでもあります。例えば運気低迷を示し、悪の代名詞ともいえる島が主要線にあっても、その時に苦労した経験や辛かったエピソードが後々あなたの武器になったりすることもあります。実際に人生において大きな業績を上げる方には、得てして大きな島があったりもします。さらに仮に良い手相があっても努力を怠れば開花できないケースもありますし、悪い手相があったとしてもそれを踏まえて日々の行動や習慣を改めたことで人生がうまくいき、手相も変わっていくケースもあります。悪い手相があったとしても、ぜひ前向きに捉えて行動に移してみてください。いかがでしたでしょうか。手相に興味をお持ちであれば、早速今日からやってみてくださいね。このチャンネルでは手相や運気のことを中心に、
時折健康雑学なども交えて投稿しています。もしよかったら高評価ボタンやチャンネル登録もお願いいたします。